よさのあきこさく「きんちゃんぼたる」むかしむかしほたるというむしがありました。ほたるはあたまのところがちょっとあかいだけであとはただまっくろなむしですからこどもたちは「いやなむしだね」コオロギのようにコロコロともなかないし。 キリギリスのようにギッチョンとも鳴かないしマツムシやスズムシのようないい声は出ないでもガチャガチャとクツアムシの声でも出るといいのだがそうもいかないしスイッチョのような涼しい声も出ないし本当にお前は困った虫だそうかといってチョウチョやタマムシのように美しくはなし 本当にお前は困った虫だ」と言って靴や草履で踏み殺してしまいます蛍はもう困ってしまいまして「こんなことじゃ今に私たちの友達は皆亡くなってしまうだろうどうか工夫がないだろうか」そうしますと その中に「キンちゃんボタルというおりこな蛍がありまして誰か神様にお願いに行ったらきっとどうか工夫をしてくださるでしょう「そうだそうだそれがいい」「じゃあキンちゃんボタルに願おう」「キンちゃんボタル、いってくださいな」 それじゃあ僕一人では寂しいから三ちゃんボタルと一緒に行きましょう。二つの蛍はすぐ飛んで行きました。神様のお部屋の窓のところへまいりますと「お前は何という虫なの?」と優しく問うてくださいました。「神様私は蛍でございますが 「私にどうかいい声をくださいませんでしょうか?」それを頼みに来たの「よしよしそれではね声よりもいいものをあげようそちら向いてごらん」とおっしゃって神様はマッチをシュッとおすりになったと思うと懐から鏡を出しになって「さあ見てごらん」 きんちゃんぼたるはみるとおどろきましたきれいにきれいにじぶんのからだがひかっているのですものあんまりうれしくってなみだがこぼれました「かみさまありがとうございました」それではこのぼうをあげるからこれをもってよいよいよいと おみっつふるとほかのほたるもみんなひがつきますそこにいるちさいおともだちにもつけておあげ「よいよいよい」とみっついうのですよきんちゃんぼたるはぼうをもらいましてさんちゃんぼたるのほうをむいて「よいよいよい」といいましたそうすると んちゃんボタルもキンちゃんボタルと同じようにきれいな火がつきました二人で「さようなら」とごあいさつしてお窓を出ましたほたるのおうちのほうでは「もう帰ってきそうなものだと」とみなが空をながめて待っていますおやなんだろう星さんが落っこってきたようだ。 そうじゃないでしょう。お月さんの坊ちゃんが遊びにいらしたのでしょうあら金ちゃんボタルの声がするあれは金ちゃんボタルがやぶんだからってちょうちんを神様に拝借して帰ってくるのでしょうちょうちんよりは明るいじゃありませんかランプでしょう電気灯でしょうよ と言っているうちにだんだん近くなったようですからきんちゃんボタル、何をもらってきたのと誰かが声をかけましたいいものいいもの光っているのはダイヤモンドですかいいえサーベルですか そんな人を切るようなものじゃありませんよ。丸いお饅頭ですか。違いますよ。そう言い返ってきました。綺麗なものですから、みなが驚きまして、綺麗ね。よく見せてちょうだい。あちら向いて見せてください。なん。 きれいだろう。きれいね。立派だ。まあ。金ちゃん蛍は棒を出しまして、さあみなにもつけてあげましょうと言いました。嬉しいな。さあ、よいよいよい。そうしますとみなの蛍が。 一度に火がついたものですからそのきれいなことといえば大きな花火がパッと出てそして少しも消えずにいるようなものです「君きれいだよ君もだよ」と言ってみんなでよろこんでいます中にブンちゃんボタルは一人メめそめそと泣いています「ブンちゃんボタルどうしたの?」。 僕は、僕は、ああ、何泣いているの？みんな綺麗だけれど、僕だけは綺麗じゃない。なぜ？火がつかないもの。何を言ってるのですよ。後ろだから自分では見えないのですよ。さあ、この川の水で映してごらん。 その通りにしますと、ブンちゃんは驚きまして、ああ、きれい、きれい、きれいだな、嬉しいな、と言いました。それからのち、子供たちはもう靴や造りで踏むようなことはしなくなりました。みんな大切にかごへ入れて持って帰ってきます。 ところが金ちゃんぼたるはこういう手紙をよこしました「みなさんご無事ですか私は一昨晩ひかるぼっちゃんのかごへ入れられてぼっちゃんのおうちへまいりました」「ぼっちゃんはいいぼっちゃんです」「弟のしげるぼっちゃんもなかなかいいぼっちゃんです」二人の坊っちゃんは 私に草を入れてくださったり水をふいてくださったりなさいますそして「私の蛍はいい蛍きれいなきれいな蛍さんお前は誰の坊ちゃんだ?」「夕方黄色い明星は私の蛍の母さんだ」「夜明けに白い明星は 私のホタルの父さんだ」とこういう歌も歌ってくださいます。皆さんも夕方からお遊びにいらっしゃいな。待っています。さようなら。どうだ、みんなでひかるさんのお家へ行こうじゃないか」と一人が言いますと、「行こう行こう」とみなが賛成しました。 その晩、ひかるさんはしげるさんと一緒に金ちゃんボタルに水を吹いてやっています。と、そこへ大きなホタルが来ました。兄さんホタルのお友達。おや、また来た。また来た。あっちからも兄さん3つ来ましたよ。たくさん来るたくさん来る？ あんまりたくさんのホタルが遊びに来ましたのでヒカルさんはうれしくてうれしくてしようがありませんでした。